怒るから、うん、はい、じゃあ今から1号から白髪染めで白髪染めします。話に負けてるもん。たまに私の言うこと聞けよって。私もさ、怒るでっけ声出したんですよ。みんなが知ってる人はさ、うん、大変だろうな。どこの人がやってた、私の近所の人がやった。あ、そうかい。話になんない。で、今日だってついてくるって言ったんだよ。だから用ができたって言ったからよかった。そうだね。だって私が行くとこどこでも行きたがるんだもの。うん、そうだよ。美和子ちゃんにも言ったよ。市役所行くって言えば市役所までついてっていいかいって言うんだよ、うん、美和子ちゃんって言ったんさ。うん、まあずっとおしもね、どんどん断ってついてが出てくんないな。うん、でもさ、そういう女近所だからさ、買い物ぐらいは私もさついて行ってやろうと思ってるからさ、たまりいねって。うん、娘がよく分かってた。娘がさ、言うからさ、美和子ちゃん、うん、今だから言うけど、はあ、これで二度目なんだよ、倒れるんがって言った、うんうん、最初の時は良かったけど、うん、今回はちょっと頭打ってるから私は電話したんだけどさ、うん、最初の時は私も早く気づいて大丈夫ったけど、言う、あれさ、言うこと聞かして寝せたから良かったんさ、の血糖値が下がってさ、うん、って。そうだね。そうだよ。前出しの娘と兄弟2人でさ、菓子折り貸したよ。はい、申し訳なかった。こんな少しでじゃあれなんだけど、うん、あれだって買って持ってきたよ。あ、すごいじゃん。ねえ、うん、はい、と思います。